第二次オチャーコフ攻遺戦は、第二次ロト戦争中の重要な戦闘の一つ。トルコ語では、おじの戦いとして知られる。1788年、グリゴリー・ポチョムキン公爵とアレクサンドル・スボーロフ、元帥率いるロシア帝国軍は、オスマン帝国の帝徳ジェザイル・リガーズ・イハサン・パッシャの、守るオチャーコフへ侵攻。スボーロフは、オチャーコフを主張したが、ポチョムキンはこれを入れず、 町を包囲、攻撃を加えつつ町への補給路を断っていった。さらにポチョムキンは兵力を温存するため直接的な戦闘を避け、死傷者を最小限に抑えようとしたが、これが臆病者として告発されることになり、この行為線を通じて、ロシア軍司令部内では、吸収策をめぐる議論が絶えなかった。トルコ軍は包囲の突破を何度も試みた。 7月27日、イエニチェリ軍団が、コサック軍団を攻撃して後退させることに、成功した。これに対し、ツボウロフが自ら増援部隊を引きイエニチェリを、オチャーコフの城門まで追い返したが、彼自身も負傷した。ハサンパッシャはリマンに集結している、トルコ軍からの援軍を期待していたが、この軍団は、ドミトリー・セニャービン元帥のロシア艦隊による攻撃を、受けた後、 オチャーコフへの援軍派遣を中断してしまった。6月6日に、ホブネ艦隊の指揮を委ねられたジョンポール・ジョーンズは、砲艦艦隊を率いてきたカール・ハインリヒ・ホン・ナッサウ、ジー・ゲンと共に、ポチョムキンの指揮下に入った。この時、陸軍の指揮はスボーロフに任されていた。一方、オチャーコフ港内には大帝都区ハ破産パッシャの大規模な混成艦隊が残っていた。この艦隊の編成は、 正確な記録が残っていないが、ほとんどは40丁ほどの鉄砲といくらかの大砲を乗せた武装商船であった。資料により、艦数の記録もまちまちだが、イスタンブールで4月8日に記録されたものによれば、12隻の戦艦、13隻のフリゲート、2隻の爆弾船、2隻のガレー船、10隻の砲艦、6隻の河川で構成されていたという。 30兆以上の鉄砲を排したジーベックも少なからずあったと思われるが、おそらくこれはフリーゲートとして計算されている。3月19日、ロシア艦隊がヘルソンからスタニスラフ・岬へ移動。4月21日、ナッサウジーゲンが戦艦フロティラと共にヘルソンに到着。24日にリマンへ移動。5月27日、 ロシアのコントボイノビッチのセバストポリ艦隊が出港するものの悪天候により祈とう。もし予定通り航行していれば、早いうちにオスマン艦隊と遭遇していた可能性がある。5月30日、ジョンポール・ジョーンズ到着。金番でのスボーロフによる新砲台完成を祝うため6月6日まで戦線を離れる。この間、5月31日に、 オスマン艦隊が到着する。退却に手間取ったロシアのナッサウジイエン艦隊の続艦の一つが捕捉され艦長の総研が自爆して果てた。6月17日の数度の小競り合いの後、6月18日午前7時30分、オスマン艦隊の5隻のガレー船と36隻の小型船が海岸のロシア艦隊を攻撃。当初ロシア側はガレー船6隻、 4隻の橋気、4隻の小型ホブネしかいなかった。午前10時頃、オスマン帝国の破産パシャが参戦。しかしナスサウジー・イーゲント・ジョーンズが全艦船を三に向けて動かし、反撃を始めた。午前10時30分になると、オスマン艦隊は2、3の艦船が炎上もしくは爆破されたため交代を始めた。午前11時頃、戦闘停止。 ここで、ナッサウジー原艦隊が戦線に復帰する。6月27日正午、お住まい艦隊は風上へ進路を取り、ロシア艦隊の背後を取ろうとしたが、午後2時に機関が座礁。艦隊は混乱に陥った。ロシア艦隊も北北西へ進路を取ったが、逆風のため、翌6月28日午前2時まで足止めされた。 トルコ艦隊は座礁戦の引き上げに成功した列を組み直そうと試みた。ロシア艦隊はこの隙を突き、午前5時15分に攻撃を仕掛けた。トルコ艦隊第2機艦は座礁し、ロシア軍艦マリアレクサンドルも爆弾戦に沈められた。午前9時30分、オスマン艦隊は撤退を開始。ハサンパシャは軍艦を完全に撤退させることを決めたが、 途中で9隻もの艦が、金盤の差しで座礁。翌朝、ロシアの小型艦隊がこれを取り囲み、54ポンド砲搭載の戦艦を露飼した他は殲滅した。トルコ艦隊は6月28日までに2隻の戦艦を失い885人が捕虜となったが、おそらく翌日までにはさらに6隻の戦艦、2隻のフリゲート、1隻の爆弾艦、1隻のガレー船、 一隻の輸送船及び788人が取り異なった。ロシア側の被害は死者18人と負傷者67人、艦の喪失はわずかな小舟のみだった。7月1日、オチャーコフの艦隊を救出するべく新手のトルコ艦隊がベレザーニ島に付近に現れた。 しかしこの艦隊は城塞に近づこうとはせず、7月9日にフィドニシの戦いから転戦してきたセバストポリ艦隊と遭遇した。この日、オチャーコフでもロシア陸軍の攻撃が行われ、ロシア艦隊もトルコ艦隊へ砲撃を仕掛けた。この時のロシア艦隊は7隻のガレー船、7隻のブ船、7つの浮き放題、7層の装甲ボート、22隻の小型砲艦だった。 トルコ艦隊は2隻の20ポンド砲ジーベックもしくはフリーゲート、5隻のガレー船、1隻のキランギッチ、1隻の16ポンド砲、ブリガンティン、1隻の爆弾船、2隻の小型砲艦だった。午前3時15分、砲戦開始。トルコ艦隊の2隻の砲艦と1隻のガレー船が打砲され、残りは炎上沈没した。戦闘は9時30分には終了し、 ロシア側の被害は24人の死者と80人の負傷者のみだった。薬病や寒さにより、両軍ともに状況は悪化していた。結局、ポチョムキンはスボーロフの強襲作戦を採用した。12月6日、ロシア軍が野獣をかけ破産パシャの宮殿を占拠、オチャーコフの街を解除させた。 ハサンパシャを含む4000人以上のトルコ兵が捕虜となったが、この後の総統戦で、市外守備隊、約2万人が殺された。この作戦における、ロシア側の死者は956人、戦勝者は1829人だった。N ガブリーラ・デルジャーピンは、この勝利を祝福する詩を、ジュゼッペ・サルティは、成果を書いている。ありがとうございます。